レガシーレコーディングスはソニーミュージックエンタテインメントの子会社の一つ。レガシーレコードとも、1990年に CBS レコードにより、コロンビアレコードやエピックレコード、その他関連レーベルの再発を主としたレーベルとして創設。2004年にソニーが BMG と合併したことで、BMG 系列のレーベルも再発することとなる。 ソニー BMG マスターワークスやソニー BMG ナッシュビルも同様である。ジャズやブルース、ゴスペル、クラシカル、クラシックロック、ポップ、R&B、ソウルといった多彩なジャンルを取り扱っている。2013年にはブルースペック CD2 を用いたレガシーレコーディングスシリーズをスタートし、3月より第一期ソニーロック名盤100選を発売。日本で ソニーが発売する際はオリジナルの後ろにあるロゴマークを消している。ただし予備には表記されている。レガシーレコーディングシリーズ第1期ソニーロック名盤100選ソニーミュージックジャパンインターナショナルインク2021年9月1日閲覧ありがとうございます。